どうも平井博明です。皆さんアプローチがもうちょっとうまく打てたらなとかですね、もうちょっと寄ったらなとか思った経験はありませんか？そういう方にですね、今回はアプローチの極意を6つ解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。それでは1つ目、まずボールの位置とですね、ボールとの距離、これがすごい大事になってきます。まずボールの位置ですが、ボールの位置はアプローチは必ず体の中心に置きます。体の中心でどこでボールの位置を判断したらいいかというと、かかとで見ます。足がですね、必ずかかとの上についてますので、かかとを軸にボールの位置を見ます。で、目印として見やすいもの、チェックするものとしてはこういう棒とかですね、置いていただいてチェックをしていただきます。この真ん中のボールの位置ですね。で、ここでポイントがありまして、まっすぐターゲットに対してスクエアに構える方はこのまま分かりやすいと思うんですが、ターゲットに対してオープンスタンスにする方というのは、正面から見た時に右足のつま先の前にボールがあるように見えると思います。これがですね、つま先とつま先の真ん中でボールを真ん中だよと合わせてしまうと、かかとを軸にまっすぐ戻した時にもうこれここに来てますね、ドライバーよりボールを左に置いてあることになります。こうするとアプローチ、こんなちっちゃい動きでもボールに対して当てに行く動作が入りますので、もうアプローチなんかではもうこれをやってしまうとちょっと当たらないですね。ボールの位置というのは必ずかかとから見て、かかととかかとの真ん中にボールを置いていただく。オープンスタンスの場合はここからかかとを軸につま先を開いていただいたり、左足を引くなりしていただくと、その真ん中の位置がキープできます。で、ボールとの距離なんですけども、距離はまあ自分がインパクト、ボール当たる時にこう詰まりすぎたりとかですね、遠すぎたりとかなんない距離が一番いいです。まあ打ってて心地いい距離ですよね。その距離を見つけていただいて打っていただく。まあ本当に決まりはないので、ボールとの距離だけは心地いい位置を見つけてください。ボール、先ほど言ってたそのボールの位置というのはかかとで見るって先ほど言いました。このかかとで見る位置から何ですか、ターゲットに対してまっすぐ構える方、つま先もまっすぐ構える方でしたら分かりやすいと思うんですが、ポイントとしてはオープンスタンス、もしくはつま先こうやって開く方が要注意なんですね。アプローチでどういうことかというと、オープンスタンスの方ってこうやって左向くと思うんです。そうするとこれ今ボールの位置がこの棒を示しているんですが、これかかととかかとの真ん中に棒を来ていると思うんです。でも正面から見るとつま先の前にボールがあるように見えると思うんですね。なんでこれだと右にボールがあるというふうに判断してしまう方がいらっしゃいます。でこういう場合はつま先とつま先の間にボールをこうやって持ってきてしまう人がいるんです、この位置に。そうするとまっすぐに戻した時に左足の真ん前にありますね、ドライバーより左に置いてあります。なのでこれもアプローチではほぼほぼもう当たらないです。もう普通に打ったらダフリが出るぐらいの位置に置いてありますので、必ずボールはかかとで見る、かかとの真ん中、かかととかかとの真ん中にボールを置いて、そこからオープンスタンスにする場合はかかとを軸につま先を左に開いていただいて、右左のスタンス方向、スタンスの幅、あとはこの高さですよね、ちゃんと合わせて構えていただくと、この正しい位置にボールを置きやすくなります。それでですね、オープンスタンスにしてこのボールの正しい位置に置いた時に右に感じてしまってボールが打ちづらいよという場合はオープンスタンスにしすぎです。なのでそういう場合は一旦戻していただいて、
まっすぐからほんのちょっとオープンにするだけでも十分です。で結構このボールの位置は結構他の動画でも解説とかしてると思うんですが、なんで右に置いて打ちづらくなるのかまで解説してる方が少ないと思うんですが、これはオープンスタンスがきつすぎるんです。要はこうやってなればなるほどボール右になりますね。そうすると横向きで打ってるのと一緒なので、ボールが右に感じすぎると思ったらオープンスタンスをちょっと緩めてあげてください。これがまっすぐで、これだけでも十分オープンスタンスです。なんでこんなグッと45度ぐらい開いてしまうと相当なオープンスタンスになりますので、結構右に感じると思います。なのでこのオープンスタンスのしすぎには注意ですね。2つ目、アライメントですね。アライメントはですね、もちろんドライバーからパターまで全て共通することですが、ターゲットに対して必ず自分がまっすぐ立ててるかどうかっていうのはすごいポイントとなります。まずですね、自分のターゲットを決めます。じゃあ分かりやすいように50の看板にちょっとアドレスを取ってみたいと思いますが、まあ大体です、50の看板に対して棒を置いていただいて、その棒に対して自分がまっすぐ立ちます。の時にここでですね、なぜかわからないんですが、アライメントで右を向く方っていうのはめちゃくちゃ多いんです。右向いてるよってコースで言われた経験ないですかね。ありますよね。そうなんです。結構アマチュアの方ってターゲットに対して右を向いて構える方が多いんです。ちょっと右を向いて構えた時のミスショットやってみます。まずはまっすぐがこうこの位置ですねに対して右を向きます。右を向いて構えて、本人は右を向いてるつもりではない、まっすぐ構えてるつもりなので、ここで打ったらもちろん右に飛んできます。ここからことは始まります。なんで右飛んでしまったんだろうと、自分はまっすぐ向いてるつもりなのになんで右向いてしまったんだろうから、今度右に行くのでクラブを上から落として左へ無理やり飛ばします。そうするともちろんクラブというのは上から入ればロフトが立ってきます。フェースが下を向きますのでボールが上がりません。ボールが上がらずにクラブが上から入ってきてボールを潰してしまいます。これでまずトップが出来上がります。トップボールですね、カツンとトップボールが出来上がります。今度右を向いたままボールが上がらないので上げに行きますね。そうするとざっくり、これがざっくりトップのワンセットの出来上がりです。これが結構多いんですよ。グリーン周り行くとですね、せっかくターゲットが目の前に来てパー目前なのにこういうショットがですね結構見ます。なのでターゲットに対してまっすぐ取っていったスタンスを取っていただいて、そのまっすぐ取ったスタンスラインに対してクラブを上げ下ろししていただく、この練習が必要です。アプローチ苦手な方なんかはいきなりこういうことやれって言われてもなかなかイメージ湧かないですし、うまく打てないんですが、ポイントとしては最初はですね、腕を曲げなくていいです。伸ばしてられるスイング幅で結構です。こっからこのぐらい、これぐらいで十分です。幅としてはここからこれぐらいで十分です。打てる距離でいいです。腕を伸ばしたままその距離に対してどん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 打って、アプローチに慣れるということがまずポイントになってきます。なのでこのアライメントというのはすごく重要になってきますので、もちろん左向きすぎてもダメ、右を向いてもダメ、もちろんターゲットに対してまっすぐ構えられる練習するというのも大事なポイントとなってきます。3つ目ですね、打ち方を先に決めない、これすごく大事ですね。コース実践の練習に近いですかね。これも分かりやすいように50ヤードの看板に対して打っていきますが、50ヤードの看板の手前に大きいバンカーや池があったら、これも池ポタですね。ああいうボールを先にスイングを決めて打ってしまうと状況によって必要な球が変わってくるはずなのに、一つの打ち方しかできない。
先に決めてしまうとなかなかコースで通用する球って打てません。なので例えば上に木があって低い球しか打てないよと言うんであれば、もちろん姿勢を低くして低い球を打っていく必要があります。先ほどみたいに池やバンカーが手前にあるときは高い球を打っていかなきゃいけない。そういう場合はフォロースルーを高く取って高い球を打っていかなきゃいけない。なので状況に応じてコースいった自分の打った球に対して必ず打ち方を変えていろいろ打ってみるというのが大事になってきます。なのでここに行ったらこういう打ち方するではなくて、自分の飛んでったボールのところに立って初めて自分の打ち方を選ぶ。いろんな打ち方ができた方がいいですよね。引き出しが多い方がコースでは通用しますので、こうあまりこうワンパターンにとらわれずいろんな打ち方を練習してボールを打って遊んでみるのがすごく大切かなと思います。芯に当たってまっすぐ飛ぶだけが練習ではないので、ちょっと試しに打ってみましょうか。まずはフェースを開いて高い球、フェースをまっすぐ構えて少しクラブを前に倒す、フェースをまっすぐ構えて少し手を前に倒す、ハンドファーストですね。ハンドファーストにして打ってあげる。そうするとこれで2種類の球が打てました。高い球と低い球、この2つだけでもコースで十分通用します。もちろんあの練習はすごく必要になってきますけども、ノーマルのショット、高い球と低い球と、なんでこの3つが打ててくると相当コースではあのスコアアップにつながりますので、そういう練習を遊びながらやるというのも大事になってきます。4つ目ですね、スタンス幅。自分で何ヤードだからこれぐらいのスタンス幅っていうのはですね、あの先ほどの3番と一緒でですね、先にスタンス幅というのもあまり決めない方がいいです。これはもう残り距離に応じてスタンスがどん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 広がっていったり狭くなっていったりという感じですね。あとはあのグリーン周りでも例えば傾斜があったりとかですね、こうちっちゃいスタンスやちょっと立ちづらいな、バランスが取れないなっていう場合なんかはもちろんスタンスを広げていただいて、近いからこうなんでしょとかですね、遠いからこうなんでしょっていうのはなるべく考えないでいただいて、本当にあの先ほどの3番と一緒でその場に応じた構え、適材適所ですねの打ち方をしていただく、スタンス幅をそのボールの打つ場所に対して決めていただいた方がいいと思います。なんであのドライバーなんかもちろんすごくフルスイングして体がこう振られますので、安定するために多少スタンスが広く、アイアンですとそれよりも遠心力が少しちっちゃくなりますので、まあ、少しずつアプローチになっていくにつれてちっちゃくなっていく、そういう感じのこうスタンス幅はこう距離に応じてその場に合ったスタンス幅でこうアドレスをしていただいた方がいいと思います。5番の番手ですが、まず練習ではサンドウェッジをなるべく使っていただきたいと思います。アイアンなんかはこれ今7番アイアンですけども、アイアンなんかはロフトがサンドウェッジに比べて立ってますので、横から打つ、打ったら打った分だけ前に飛んでいくんですが、サンドウェッジはロフトが寝てますので早く動けば動くほど下をくぐります。なので適正な距離が打ちづらいクラブなんですね。なのですごく練習が必要なんです。でアプローチでなんでサンドウェッジを使うかというと、適正なスピードで動いているかどうかのチェックにもなります。もちろんコースに行ったらいろんなクラブを使ってアプローチしていただいた方がいいです。あのピッチング使ったり、52度使ったりアプローチ使ったりとかいろいろあると思うんですが、練習に関しては自分が持っているクラブの一番寝てるクラブで練習していただいた方がいいと思います。これを例えばサンドウェッジでフルショットがどれぐらい飛ぶかっていうのはあの人によって違うと思いますが、僕サンドウェッジでフルショット大体80ヤードぐらい飛ぶんですけども、そのサンドウェッジで
フルショットで90ヤードぐらいを飛ばす練習なんかするとよく聞いたことある方いらっしゃると思うんですが、フェースに乗るっていう言葉をよく使うと思うんですが、フェースに乗れば乗るほどボールは飛びます。なのでサンドウェッジで速く振れば振るほど下をくぐるんですけども、くぐらせないようにフェースに乗せて打ってあげる。今のでだいたい今100ヤードの看板にちょうど当たりましたけども、あれぐらいこう効率よくインパクトを迎えてあげられると58度でも100ヤード飛ばすことができます。なのでフェースに乗せるという練習の意味でもなるべく普段の練習なんかはサンドウェッジ58度なんかを使っていただいた方がいいと思います。6つ目の距離感ですね。距離感がですね、これはまあ最も大事かなと言ってもいいぐらい、大事な部類に入ってくると思います。テレビ中継プロゴルファーの試合で見ていただいてると結構わかると思うんですが、毎日何百球と打ってるプロゴルファーがですよ、仕事としてゴルフをやっているプロゴルファーがグリーン周りで何回も素振りをして確認してチェックして、それでも打った後に首かしげるような仕草をする選手が多いです。それぐらいアプローチっていうのはすごくその感覚を要されるショットなのですごく難しいです。であとはやってもいいですけど個人的にはやめていただきたいことがあります。距離をですね、幅で決めちゃう人、何時から何時が何ヤード、今日の感覚と1週間後の自分の感覚って同じじゃないと思うんですよ。例えば打ってみますよ、ちょっと大げさかもしれないんですけども9時3時で打ってみます。この9時3時とこの9時3時全然距離違いますよね。そうなんです。スピードが今のは分かりやすいように大げさにやってますけども、あれが例えばほんのちょっとスピードがずれただけで同じ9時3時でも全然距離感って変わってくるんです。例えばグリーンが打ち上げ、グリーンが打ち下ろしとかですね、それだけでも全然距離が変わってくるんです。なのでもう少し感覚的な部分っていうのが例えば距離が合わない人なんかは出していただいた方がいいです。きっとこれぐらいだろうなっていう感覚でまず打ってみることが大事です。距離が合わなくていいです。自分の打った感覚がこれぐらいなんだということを認識することが大事です。その感覚じゃ弱いんだと、でそれで初めて課題が見つかります。最初から自分でここだって決めて合わない、ダメだった、調子悪いってなってくると、アプローチが苦手なのかなと思い始めます。そうじゃないんです。アプローチは誰でも最初は苦手というか得意じゃないんです。フルショットの方がもちろん簡単なので、振り幅で決めないで、きっと自分が打ちたい距離はこれぐらいの感覚だろうなっていう感覚を出して打つということが距離感につながってくるきっかけになると思いますので、ぜひその辺を試していただければと思います。はい、それでは今回のまとめですが、まず1番からいっていきましょう。まず1番はボールの位置を、毎ショット確認して必ず真ん中に置いていただく。ボールとの距離というのは自分の心地いい位置ですねに構えていただくということになります。まずで2つ目ですね、アライメントなんかは必ずターゲットに対してまっすぐ立つ、普段からそういう練習をしといた方がいいと思います。で3つ目ですね、まず打ち方を決めないということです。で必ずボールの場所にたどり着いたら現場を見てですね、こういう打ち方をしてみようとその場に行って決める方がいいと思います。で4番のスタンス幅になりますが、距離に応じてスタンスの広さを変える、毎回同じじゃないですよということですね。で5つ目、番手ですね、練習ではなるべくサンドウェッジを使っていただいて練習していった方がいいと思います。で最後6つ目ですね、距離感というのは必ず自分の感覚で打ってみるということが大事です。今回ですね、アプローチについて、解説していきましたが、今後もどんどん動画の方を撮っていきたいと思います。ゴルフのことに関してはほぼほぼ解説できないことはないと思ってますので、こんなことちょっと他に
スナー聞けないよとかですね、そういうことを聞いてもらいたいです。本当はあのレッスンとかドライバーのスライスとかのことでやってますけども、それレッスン上の話で本当はやってないんじゃないのとかですね、そういうことでも結構です。ぜひぜひコメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。